竜薫薫は中華民国の軍人。はじめ北京政府、国民軍、後に南京国民政府に属した。兵玉省配下の五古将の一人と目された人物である。字は、蘭光。補定促成学校を卒業。雲南省に向かい、中国同盟会に加入した。侵害革命後は、北京に戻り、陸軍軍事学校で職に就く。 陸軍第十混根制旅参謀長、第十一市参謀長、第十一市、第二十二旅旅長を歴任した。1924年、兵玉省が組織した国民軍の第二市市長に任命される。1925年、大理間宿軍務、ただし弁に就任した。百二十六年九月に兵玉省が語形を行うと、カオルカオルは正式に、 監縮ただし弁に任命された。中国国民党の北伐の際には、第七方面軍総指揮権監縮省政府主席に任命された。1929年、兵局省が小解析との内戦を開始すると、兵局省の下で、第三祖事軍総指揮第二軍団総司令となる。1930年の中原大戦では、 広報総司令権代理選聖賞政府主席として広報を守った。しかし、兵玉将の敗北とともにルカオル、カオルも下野した。1931年に復帰し、被殺政務委員会委員を務める。しかし、1933年に、再び引退して、北平に偶居した。1940年、王朝明の南京国民政府に参加し、 海風水田主任に任命された。1942年には、軍事委員会総参謀長に就任している。1943年4月2日、北平で病没、去年58、リュウカ,オルカオル、ありがとうございます。